網のアップからお届け、札幌ジーンズ館。はい、バッチリです。皆さんこんにちは。はい、こんにちは。札幌でご活躍の方を1年365日毎日ご紹介しております札幌ジーンズ館、私案内人の福津京子です。そして今日のゲストは株式会社アミノアップ化学代表取締役会長の小砂健一さんです。小砂です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらのビルって、まあ、リノベーションリフォームされてから、リノベーションされてから、まあ、まだ最近ですもんね。3年前に、はい、もう工場もね、そのビルの建物自体もとてもきれいにリニューアルされまして、すごく特徴的ないろんな工夫をされてるんですよね。CO2 をですね、53% 削減した建物になっております。はい、あったかいですけどね、この部屋も。まあ、今日もね、先ほど外気温がマイナス11度になっていたんですけどね、はい、もうこの部屋は一切暖房入れてないんですよ。信じられない。床暖でも入ってるかってぐらいあったかいですよね。いや何も入れてないです。何も入れないで、研究室の方もですね、最新の設備でまた新しいものがいろいろ開発されてるんですよね。そうです。そのあたりのお話も後ほどたっぷり出てきます。さあ、それでは、小砂会長にもですね、3つのキーワードで伺っていきたいと思います。ご用意いたしました3つのキーワードこちらになります。じゃん。結論のすぐ出ないことを粘り強く研究。大葉の紅葉を聞きながら刺身を食べた。アスパラから取った成分もうすぐデビュー。はい、今日はこの3つのキーワードで伺ってまいります。まずは一つ目に、結論のすぐ出ないことを粘り強く研究というキーワードにさせていただきました。会長もともとはですね、農業の研究をされていたということなんですよね。私は今から、35年ほど前にですね、やはり農業、北海道農業は今後、日本の食料基地になっていくんじゃないかと、いうようなことをで自分自身も農業に携わったりですね、それから農業、今の北方圏のですね、農業というのはまだまだ技術革新というのはどんどん行われてきてですね、今から100年前はですね、北海道一粒もお米が取れなかったですね。それがもう取れるようになったのもですね、そういった農業技術のですね、進歩でもってこういうような今日本一になろうかとしている農業大国に北海道になってきてますね。それをもっともっとは我々の手でもってまた新しい農業技術を導入しながらですね、北海道農業を世界一にしていきたいというふうにな思いでもって、こういった研究をやってきたわけです。最初はなんか牧草のことなんかもされていたっていう。やっぱほら今家畜の飼料というのはほとんどが輸入でされてますでしょ。それを北海道に原野にあるそういった雑草やなんかを家畜の餌にならないかと、いうようなことからですね、そういった研究を始めた会社なんです。そうなんですって。そういうこうまず家畜の餌、家畜の餌をそうやって動産ってちゃんとやっていけないか、だってこれだけ広い原野があるじゃないと。そうです、輸入して飼料を取り寄せなくてもあるじゃないと。そこのところから、研究者たるもの、そこから行こうかという感じだったんですかね。そうなんです。だから、そういった、自分たちでその餌を作ること、それまた輸入しなくても済む、それだけでですね、国際競争力に勝てる価格の、そういった農水産物ができるわけですね。ですから、その辺を目指してですね、我々そういった研究をやってきたんです。そこから何かいろんな成分をまた見つけて、それでですね、本当にひょんなことから植物生育調節剤のサイトカイニンという細胞分裂を促進させる物質をたまたま発見したんですね。それでもって北海道その寒冷地での農業がですね、そういった寒さにも負けず、それから収量を多くするといった物質を開発しまして、そこから今のこのアミナップ化学地の生まれ出てきたんです。そういうのはね、本当に農家さんにとってはもうすごい画期的で、そこでもう飛躍的に会社私伸びたんですね、それでって、まだまだとおっしゃるんですよ。違うんですね。そうなんです。農業、北海道の、農業というのは、要するに1年に1回転しかしないですね。
うん、ですから私どもが、まあ、そういったものを作ってですね農家の方に提供しても、はい、年に一度しか供給できない、うん、まあそうですね、年に一回の収穫だから、はい、まあ、そういったことで、まあ、事業としてはなかなか成り立たない、うん、またうちらのこの会社を作ったですねあのメンバーというのはですねそういった私どもと一緒に研究開発した、はい、あの農業試験所の人だとか、うん、それから大学の先生だとか、はい、まあ、そんな人方とですねこの会社を作ったわけですね、うん、全くね武士の商法みたいなもんで商売にならないわけですよ当時最初はね最初は、ですからまあ、これじゃあもう会社の存続もこれ成り立たないなと、はい、まあ、いうようなことからですね、たまたまうちら私どもが作っておりましたあの研究の過程でのですねいろんな培養液がありましてね、うん、はい、それをまあうちらの研究者が飲んでたわけです。飲んでた培養液を、まあ、発売してるもんじゃないんだけど、そうです、まあ、体にいいからと言って、そしたらいろんなあの肝臓のあの疾病も良くなってきた、血糖値も下がってきた、うん、まあ、いろんなあの疾病がですね徐々に改善されてたりですね、はい、まあ、それは人が食べるものであればね、まあ、あの毎日消費されるものだから、はい、そちらの方にあのちょっと開発の目を向けることによって、うん、まあ、あの会社の存続も成り立つんじゃないかと、うん、なるほど。年に1回 その収穫じゃなくて、1日1回毎日みたいな、これ大きいですね、全然違うねってことに話になったそうで、そうなんです、はい、まあ、そのようなことからですね、うん、あの機能性食品の方に、うん、まあ、会社の立て直しをとともにですね、はい、まあ、それが今日のアミラ化学の元となったわけですね、はい、ね、それで機能性食品に行ってまた会社がバーンと行ったんですねって聞いたら、いやいやまだまだとおっしゃるんですよ会長が。でも会長って研究者なんですね。じゃあね、もともとは、まあ、今うちのある主力商品はみんな私自身が、開発したものです。農業というのはですね、まあ、その年の天候とかですね、その土地 あの土壌、土の状態も違うわけですね、うん、ですから何年も何年も繰り返して繰り返してそういったあの結果を得てくるわけですね、はい、環境がですね毎年毎年違うでしょう、うん、はい、そしてやっぱりそして、まあ、あの土の状態も違う、うん、だから一つのものをあの開発して、まあ、製品になるまで最低でもですね、はい、5、6年かかってきてる、あ、はい、うん、今まで私どもで一番長い開発期間を設けて11年かかって開発したものもあります。やっぱり黙ってても作物はできないです、このような寒い環境で、はい、ですからその技術革新なりですね、うん、そういったあの資材関係もですねどん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 研究開発がもうよく していかなければ、はい、あの成り立っていかない、うんうん、あの地域なんですね。ですから今これからどん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 そういった研究開発の技術力が進むのはですね、うんうん、まあ、世界一の農業王国になるんじゃないかという期待と希望も持っております。あの開発って技術と努力なんだなっていうふうに思いますが、ということで一つ目は結論のすぐ出ないことを粘り強く研究するという、研究者らしいコメントをいただきました。さあ今こんなに大きくなりましたあのアミノアップさんなんですけれども、じゃあ何がというあたりをですね二つ目のキーワードで伺っていきたいと思います。二つ目こちらになります。じゃん、